こんにちは、スケダラです。今回はアヌンナキジェネシスのラスボスに挑んでいこうと思います。ついにこの時は来ましたね。それじゃあ早速挑んでいきたいところなんだけど、俺そのラスボスを野生で見たことがないんで、コマンドで出していこうと思います。それじゃあ出していきましょうか。ほっ、うるさうるせ。さ、出ました。これ、いや、目の前が真っ暗だったな。こいつが、うわぁ。こいつがこの世界のラスボスである。ちょっと遠く行くか。ウォーチーフ・オブ・ザ・アーク。オブザアークじゃねえか。オブジアークかな。レベル100。いや、敵対された。結構敵対範囲が広いな。で、マックスレベルってなってるな。あ、じゃあ100レベルがマックスなんだ。一応、スポーンコードをコピペしたんだけど、そこでは100だったから、うん、100レベルなんだ。めっちゃ生えてくる。まあ見た目は完全にドードレックスだな。まあ完全にではないけど、骨格はドードレックス。で、顔に天帝のアーティファクトをつけてるって感じ。で、あとは体になんか色々と武装してるな。プリモルディウスと同じような武装してるな。で、体力が1200万。あ、そんな高くないな。ただ攻撃手段がね、ほら、この火球飛ばしてんのよ。だから、多分割合攻撃持ってんじゃないかなって思うんだよ。攻撃モーション的にドードレックスと一緒だから、だからまあ、その割合攻撃に気をつけつつ、通していかないとな。ほら、もうまがまがしい。ラファスと同じ炎生えてるもん。でも1200万か。意外とそんなに高くなかったな。じゃあまあ、挑んでいきますか。あ、やっぱ似てんな。ほら、プリモルディウスも同じような武装してんだよ。逆にあいつの方がラファスなんじゃないかなって思うくらい似てんな。確かにプリモルディウスはこんなに武装してるのに、ラファスは武装してないもんな。まあそんなことはどうでもいいや。倒していくぞ。ウォーチーフ。ちなみにこちらは、あのウォーデンの長と言われています。あの凶悪なウォーデンたちを滑るのが、このウォーチーフ・オブ・ジアークです。ちょっと一旦あの火球食らってみたいな。多分割合だと思うんだけど。なに今、気絶値増加って、なんで減ってる、食料が減って、気絶値が増えてる。これ、あいつの能力か。え、どんどん増えてくんだけど、寝た。え？あいつの固有能力か。近づいた相手を気絶状態にさせるってこと？え？じゃあもう無理じゃん無理だよ近づけねえじゃん。だって何もされてないのに近づくだけでもう眠らされたんだよ。どうすりゃいいの？俺は遠くから見てればいいのか？
ちょっと一旦火球だけ食らわせてほしいな。あ、やっぱ近くにいるだけで25,000か。そんな痛くないな。25,000ダメージか。そんな痛くはない。で、ああ、もう、どうすりゃいいんだ。なんか気絶値を下げるやつとかあったっけ？なんで襲われんの？っていうか、全然気絶値が、下がんねえ。どんだけ影響力あるんだよ。すげえ、反射ダメージだけで倒した。いや、ちょっと待って、めんどくせえな。あ、ていうか、なんで殴られんの？これもウォーチーフの効果か。じゃあもう、ラファスに頑張ってもらうしかないわ。だって俺自身が近づけないんだったらもう、生物に頑張ってもらうしかないわ。で、本当はラファスもうちょっと数増やしたかったんだけど、なかなか、湧かなくてな。ラファステイムする間に、プリモルデュース8体になっちゃったし、それくらい結構、出現率が低いから。いけるか。行ってこい。3500なんか食らったな。さあ外していく。倒した。当てました。あ、でも、ちょこちょこ削られてはいたな。落ちました。ついよ、ラファス。ラファス、ついよ。まあ、体力1200だからね。簡単に、ウォーデンを倒せるくらいの強さだから、そりゃ1200万くらいは一瞬で削れるか。なんか戦利品とかない？お前持ってたりする？持ってる。まあ、戦利品的には、普通のウォーデンと一緒だな。ああ、別に大したもんもらえなかったな。なんか、あっけなく終わったな。なんかあっさり終わったんで、ちょっとウォーチーフのことが書かれている記事を見つけたんで、それを見ながら、ちょっともう一回討伐していこうと思います。で、まあ、ちょっとじっくり見たいんで、今回クリエイティブモードでやっていきます。クリエイティブモードで、デラファスに乗って見ていこうと思います。初動がうるせえ。まあ、まずデカさ的には、まあ大きいね。てか、毛皮一緒だな。毛皮の色が一緒だね。で、こいつも大概ちょっと音量がでかいな。で、こいつ名前が、ウォーチーフ・オブ・ザ・アークってなってるんだけど、オブ・ジ・アークか。いや、どうでもいいな。このブレスの時うるせえ。まあ、名前なんだけど、オドラシルっていう名前みたい。じゃあなんでこいつウォーチーフって名前なのかわかんないけど、とりあえず名前がオドラシルっていうらしくて、
で、こいつに近づくと全ての生物とサバイバーの移動速度が 15% 減少するんだって。で、さらに毎秒 1% 昏睡値が上がっていって、で、さらに毎秒 2% のスタミナが奪われるみたい。うん。ただ別に効果はないな。一応この昏睡値とスタミナが奪われるやつは生物に乗っていたら効かないらしいんだけど、普通に効いてたね。うん、特に昏睡値なんか普通にプリモルデュースにも乗っていたのに効いていたわ。で、あとはダメージを与えすぎると凶暴化して200秒間ダメージが 30% アップするんだって。ああ。で、次に攻撃性能なんだけど、今の見た？このブレス、まあ、このラファスと同じ色のブレスなんだけど、このブレスと最初の方にやってきたあの火球、これに最大体力に10倍の近接ダメージを与えるんだって。まあ、ちょっと俺の理解力がなくて申し訳ないんだけど、つまり割合ダメージというか、もう割合 100% ダメージってことか。すなわち今俺の体力が2000万あるんだけど、2000万の10倍だから2億ダメージを与えられるってことなのかな。ちょっとよくわかんねえんだけど、まあ以上が書いてあった内容だね。ああ、まあ、とりあえず一旦倒します。お前がうるさすぎてな、俺声張んないといけないんだよ。まあ、とりあえず倒します。こんなの流れんの？マジか。こんなん流れるんだ。別にこんな、本当にラスボスを倒したようなエンディング BGM 流れんだ。すげえ。最初の時はちょっと遠かったから聞こえなかったけど、あ、倒したらこんなん流れんだ。てか、綺麗な死体だな。うん、綺麗な死体。背中にトゲ生えてんな。で、なんか、樹液みたいなのもあるな。何なんだろう。で、戦利品。あ、ほら、なんか記事見てたら、なんか知らない装備ももらえるみたいなこと書いてあって、で、エッセンスも、これ全種類、もらえるね。あとは、一緒かな。すげえ。セレスティアルウォーチーフアーマー。見た目的には、テック装備に見えるけど、ちょっと翻訳しようかな。申し訳ねえ。せっかくいい装備手に入れたのに、俺の英語力がひどいせいであんまよくわかんなかった。
でも防御力がね、めちゃくちゃ高えのよ。どうなってんだ。一気に防御力が上がった。すげえな、こんなんが手に入るんだ。ただこれ近くに行かないと手に入んないのやばくないか。だって気絶死が増加すんのに近くで倒せないんだから、これ手に入れんの無理じゃないか。だいぶきつそうに見えるけど、なんかこいつずっとやられてんな。あ、ちょっと中身見える。中身はなんか目光ってたな。おう、目光ってる。ドードレックスの目が光ってるバージョンか。かっこいいな。まあでもラファスも別に目光ってるから、一緒っちゃ一緒か。ちなみにさっき召喚したのが100レベルなんだけど、これがウォーデンと一緒の600レベルだったら、どうなんだろう。あ、一応出るな。体力は5400万。あ、で、敵対されねえ。すげえ。このウォーチーフに敵対されない。仲間って思ってんのかな？うん、俺たちは仲間だ。なるほど、600レベルにもなると、体力は5000万超えんのか。やべえな。さすがにこのレベルとなると、ラファスでも勝てない可能性あるな。はい、ということで今回はこのモッドのラスボスであるウォーチーフに勝つことができました。ラスボスなだけあって、近づくだけでデバフを与えてきたり、他にもねヤバそうな攻撃をしてたりしたんだけど、ラファスがね強すぎたおかげであっさり勝てましたね。正直もっとね攻撃を食らってみて色々と検証したかったんだけど、近づくとね気絶しちゃうんで、やばそうな攻撃とかもね、直で食らえなかったのは残念でした。そして、ラスボスも倒したということで、今回で最終回と言いたいところなんだけど、最後にね、一つやりたいことがあるんで、また次回お会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。